大学群国立大学ランキング最上位東京一高。国立大学の中でも特に最難関とされる東大京大一橋東工大から構成される大学群。東大京大が目立ってしまいますが、文系なら一橋、理系なら東工大もいい勝負となってきます。四方九帝大、大阪大、名古屋大、東北大、九州大、北海道大、立地の良し悪しがそのまま人気に直結し、大阪大、名古屋大、東北大と九州大、北海道大で偏差値に差が出ています。金岡千尋、金沢大、岡山大、千葉大、広島大、九帝大や総慶に次ぐ偏差値でマーチやカンカン同率より少し上といったポジションになります。電脳名線、工業系ということで特に企業から高い評価を得ているため就職に有利な大学群。 5S、 埼玉大、新潟大、静岡大、信州大、滋賀大の頭文字を取って 5S。 新潟大の2は音読みで新。ストーズ、お待たせしました、別名合格しやすい国立大学群。佐賀大、鳥取大、秋田大、琉球大、島根大の頭文字を取ってストーズ。国立志願者最後の砦とも呼ばれており、おおむね日東駒線レベル、中には偏差値50を切る学部も出てきます。全国の偏差値40代の人、国立大学行けるかもしれませんよ。